現在、ロンドンでお目にかかれるロンドンブリッジは、1971年にできたもので、まだ50年しか経っていません。ロンドン橋の歴史は、大きく4つの時代に分けることができます。一番新しいのが、1971年から現在。2番目の時代は、ビクトリア時代の石の橋で、1832年から1968年。3番目の時代は1176年から1832年、中世の石の橋。そして最も古い時代が西暦50年から1176年のいろいろな木でできた橋の時代です。お分かりのように、ロンドン橋はとても古い歴史を持っています。皆さんが歌でよく聞くロンドンブリッジフォーリングダウンは、中世の橋を歌ったものです。
当時は下町に行くには通行税を払ってこの橋を通らなければなりませんでした。でもただの道路だけの橋ではなく、橋の上にアパートやさまざまなお店があったようです。素敵なお家は橋の上にあるの、眺めは世界一で気分は最高さ、楽しい毎日がいつまでも続いてね、風でさえ何か愛おしいものさ。そんな部屋を手に入れ、友人を招いて自分の経済力を自慢するように、庶民とはかけ離れた生活をしていたのでしょうか。特にアパートの最上階からは最高の眺めだったことは簡単に想像できます。場面は変わって、たくさん荷を乗せた馬車や乗り合い馬車がひっきりなしに通る橋の道の上です。さすがに石畳はゴツゴツしていてお尻が痛いのですが、我慢比べのように誰もお尻が痛いとは言いません。優雅なアパートにほど近い河原では貧しい人々が暮らしていました。そこの子供たちはポカーンと口を開けてアパートの上を羨ましそうに見上げています。
テムズ川は流れが速く、幾度となく仲間が溺れ、行方不明になった恐ろしい川だったのです。彼らは川で捕まえたウナギも食料にしていました。捕まえたウナギは泥臭いので、たらいの水に入れて、しばらく泥を吐かせてから、フライパンで焼くか煮て食べていました。宗教戦争のあたりには、宗教者が晒し首になるところでもありました。残念なことに、構造上も丈夫ではない橋は火には勝てませんでした。火災により簡単に崩れ落ちてしまいました。